久保対自民議連の久保田康久でございます。早速質問に入ります。教育委員会について2点お伺いをしたいと思います。まず主体的な学びの促進について、先ほど三好委員の質問の中にもあり、教育長のご答弁にもありましたが、教育委員会においては主体的な学びを促進をするために、課題解決、解決学習のようなように児童生徒が主体的に学べるような取り組みを現在実施をされております。主体的な学びを促進するためには、何よりも教員の質の向上が必要であり、このための決算資料を見ると、中堅教員に対して、推進の中心的な役割を担う人材を養成するためのカリキュラムや指導が組まれていることが確認ができます。しかしながら、この主体的な学びを効果的に進めていくためには、それだけではなく、これから先生になっていく、新規にですね、教員になろうとする方々に対する取り組みというのが必要だというふうに思うんですが、この点について、どのように取り組まれてきたのか、また今後、どう取り組んでいくのか、教育長に伺います。教育長。本県が現在推進しております学びの変革は、すべての教員が一丸となって取り組むべきものと考えており、新たに教員を採用する際には、筆記試験におきまして、主体的な学びについての理解度を検査するとともに、模擬授業におきましては、主体的な学びを取り入れた授業ができるかなどについて評価しているところでございます。さらに新たな取り組みといたしまして、教員養成課程を持つ地元大学と連携して、広島県教師養成塾を開講し、受講生が学びの変革について集合研修で基礎的な理論を学び、学んだことを実地研修の中で確認することなどにより、実践的な指導力の育成を図っているところでございます。また、採用後におきましては、初任者研修において、学びの変革アクションプランに基づいた研修を実施し、変革を効果的に進めていくための事業力の向上を図っているところでございます。教育委員会といたしましては、こうした取り組みにより、すべての教職員が主体的な学びを推進できるよう、全力で取り組んでまいります。委員長、久保田委員。はい、これから学びの変革をして、主体的な学習を現場でやっていって、それからその授業を受けた生徒さんらが志を持って、教員になっていく。ちょうど羽坂駅ですよね、まだ今、新しくなる。教員を目指す方にとっては、ということでございますんで、しっかりとその教員になる前に、またなった後もですね、しっかりと先ほど、教師養成塾いろんな取り組みをされているというふうに聞きましたんで、しっかりとその現場で、主体的な学びに対応できるような人材を若いうちから、育てていっていただきたいというふうに思います。続きまして委員長、広島市内の県立、一律の高等学校に関する認識についてお伺いします。広島市内には県立と一律のいずれの高等学校もありますが、いわゆる旧市内の6校、一律であれば元町船入、県立であれば井の口、国体寺、南観音と、旧6校については、総合選抜の廃止後、現在では一律の方が、1クラス以上多い状況になっております。同じ広島市内にある高等学校でありながら、定員がですね、異なっているという現状は、問題があるなというふうに私は認識をしております。例えば大学進学者の数を見てみたりしてもですね、またOB の数など、こうした数字で示される部分が、弱くなる上にですね、生徒にとっても非常に分かりにくい状況ではないかというふうに考えております。この状況について県教育委員会としてはどのような認識をされているのか、また今後どのように取り組んでいこうとしているのか、教育長に伺います。委員長、教育長。高等学校の入学定員につきましては、設置者の権限において決定するものであり、県におきましては1学年4学級から8学級の範囲内を基本として、毎年度学校が所在する地域の中学生徒数の
中学校生徒数の増減や近年の入学者数の状況などを踏まえて設定しているところでございます。一方で広島市立の高等学校の入学定員につきましては、広島市教育委員会の権限と責任において設定をしているところであり、その結果県の定める適正規模の範囲を超えた学校があることから、広島市教育委員会に対しまして県立と市立の高等学校の間で学級規模の均衡を図るよう毎年申し入れをしているところでございます。教育委員会といたしましては、今後県全体で児童生徒数の減少が見込まれる中で、県立と市立の高等学校の間で大きく学級規模が異なるということは課題であると考えており、県市間の均衡を図られるよう引き続き広島市教育委員会に働きかけてまいりたいと考えております。はい、委員長。政令市にある公立高等学校という括りで、見ますとですね、県立一律ともに受験者にとっても親御さんにとっても公立ということでございまして、県立であろうが一律であろうが大きな問題はないということではある中で、また総選時代のですね、市内6校、いわゆる平等に歩んできた部分がありますよね。私も総選時代で、まして第二次ベビーブーム時代の生徒数が増えて、この総選で対応してきたという中においてですね、それが平成10年に総合選抜が廃止をされて、それぞれの学校が独自に特色を出しながら、切磋琢磨をしてきたということは非常に評価に値することだというふうに思うんですけども、先ほどの質問の中において、クラスが差が出てきていると、一クラス以上の差が出てきているということは非常にですね、残念なことだなというふうに、思っておりますので、ぜひとも市の教育委員会に対して強く教育長の働きかけを引き続いてお願いをしたいというふうに思います。ありがとうございます。続いて、はい、委員長、観光産業についてお伺いをします。観光産業は全国的に、大変好調であると言われております。広島県で見ても総観光客数、外国人観光客数、観光消費額のいずれも連続して過去最高を更新するなど、地方でも大きな産業としていかなければなりません。一方で観光産業は災害であったりとか治安の問題などによって、そういった事情に大きく左右されるなど、不確定不安定な要素も抱えております。本県では観光客数や観光消費額の増加に向けてさまざまな取り組みが実施をされているところでありますが、こういったリスクにも目を向けて対応を考えておく必要があるのではないかというふうに思いますが、この点に関して商工労働局長がどのようにお考えかお伺いをいたします。商工労働局長。観光産業は自然災害をはじめ病気やテロ等に影響を受けやすく、これらの危機事案は事前に予測することが困難であることから、万が一問題が起こった際にどのような対応ができるかについて備えておくことが重要であると認識しております。このため広島を訪れている観光客に対しましては、安全確保を最優先として対応することとし、合わせて民間事業者や関係機関と連携して危機事案に対して適切な行動を取ってもらうための情報発信を迅速に実施してまいります。具体的には、例えば自然災害に関しましては、現在策定中であります次期広島観光立県推進基本計画では、関係局と連携して、広島県防災ウェブにより、観光客への気象情報や避難情報等を届けることとしております。また、風評被害に対しましては、正確な情報を行うことで、早期のブランドイメージの回復に努めてまいります。これらの取り組みと合わせまして、民間事業者をはじめ、国や市町等とも、日頃から連携体制を整え、いざという時の観光客の安全確保とともに、観光産業の振興に努めてまいります。はい、久保田委員。はい、
リスク対応、いろんな風評被害であったり、自然災害であったり、迅速に対応していって、平常を取り戻していくというのは、まず第一のことでありまして、それプラス先ほど少しブランディングとありましたけど、まさにそうだなと思うんですね。ブランド化をしっかりと確立をしていく、パリの銃撃テロがございましたけれども、やはりその時には一時的にはやはり観光客というのが減少していましたけれども、しばらくするとやはり少しずつ観光客も回復をしていくような状況、やはりこれはパリの長い歴史の中のこのブランド力を磨いてきたというところでありましょうし、そういった意味でも今知事が進められております広島県のこのブランド化というところですね、これは大変大事な部分になろうかというふうに思いますので、引き続いて力を入れていただきたいというふうに思っております。続きまして委員長、商工労働局長、以上でございます。ありがとうございます。委員長。久保田委員。はい。統計の測り方についてお伺いします。平均値以外、平均値というものを広島県の統計ではよく使われておりますが、この統計資料や指標においてはですね、一般的にこの平均値がよく使われておりますが、元となるデータの分布によっては平均値を使って分析をした結果が実態から遠ざかってしまう場合もあろうかというふうに思います。そして正しい現状把握ができない可能性もあります。例えば、上位層のですね、数が、突出して高かったり、逆に下位層の数が、ずば抜けていたりすると、なかなか正確に把握できないんじゃないかというふうに思っております。そしてこうした正しい現状把握ができなければ、課題に応じた対策が立案できないことになってしまいます。このため政策立案の前提として、平均値だけでなくですね、中央値、ちょっと聞き慣れない言葉なのかもしれませんが、など他の指標も活用するなどして、より実態をですね、把握できる課題分析を行うことが必要というふうに思っておりますが、こういった点についてどのように取り組んでいるのか、経営戦略審議官に伺います。経営戦略審議官。統計資料にはデータの分布の特徴を示す値としましては、平均値や中央値などの代表値、あるいはばらつきを示します標準偏差や分散などがございます。平均値はご案内のとおり、テストの平均点などによく用いられておりますように、最も一般的な代表値となっておりますが、ご指摘のとおり分布が偏っていたりする場合には代表値として適さない場合がございます。一方、中央値は集団に属するすべてのデータを大きさ順に並べたときにちょうど中央に来る値で、例えば子どもの貧困問題などで用いられます相対的貧困率の算出には中央値が用いられております。具体的には世帯収入から国民一人一人のいわゆる等価可処分所得を試算しまして、順番に並べたときの真ん中の数値、これを中央値と言いますが、これに対しまして半分に届かない人の割合という形で算出をされております。委員ご指摘のとおり、施策の立案におきましては、実態を的確に把握することが重要でありますことから、指標の活用にあたりましては、統計データの特徴を踏まえまして、今後とも適切なものを選択できるよう、選択するよう努めてまいりたいと考えております。はい、久保田委員。私もすべての広島県の統計データを見たわけで言っているわけではございませんが、今、ご答弁にありましたとおり、数値の偏りがある場合にですね、これは全部この平均値で表してしまう、そのようなことはないんだろうなというふうには思うんですけども、してしまうと実態がつかめない、こういうことをなんで言うかというとですね、やっぱり最近よく言われる格差社会、教育格差であったり、所得格差であったりとか、上の部分と下の部分に差が出てきているというようなことも言われております。その中で平均というのが果たして機能するのか、その物差しが使えるのかなという疑念もやっぱりありましてですね、改めてその統計データにですね、あった先ほど中央値もある、最貧値もある、
教育で言えば偏差値もあると、そうした物差しをうまく使い分けることができないのかなというような思いで質問させてもらいましたが、ご答弁にありましたとおり、最適な形で統計を図っていただきたいというふうにご要望したいというふうに思います。以上で質問を終わります。